みなさんこんばんは、ライパーウィンちゃんのピカルンバこと木野瀬ひかるとかすみんこと田原かすみです。サオリンこと奥沙織です。よろしくお願いします。お願いします。さて今回も先週に引き続き総集編ということで必殺実験人のコーナーをまとめてお送りしたいのですが、今回はちょっとすごいあの壮大なあの企画を取り上げたいなと思ってるんです。あれですか。はい、ということ で、ね、実際にあの企画に挑戦した方々にお越しいただきました。実験人ことしげちー、ご無沙汰してます、ね、そしてしもりこんなサバイバルな企画にも挑戦しました。バイクに関するあらゆる謎を検証する、それが必殺実験人。真冬の北海道で楽しくツーリングできるのか。これやっぱりポイントは楽しくなる。もちろん真冬の北海道を舞台に支笏湖をスタート。各目標地点に旗をかけながら日本最北端宗谷岬を目指す。宗谷岬はねすごいな。でも北海道のメスポット全部行くじゃないですか。番組の準備を進めてきたライカーウィンドスタッフ、滑らないようにバイクにも工夫。マジでこの時ありとあらゆる過酷な条件に耐えるべく防寒グッズを用意。果たして実験人は真冬の北海道と楽しくツーリングすることができる。やっとできた企画やから。必殺実験人番外編、極寒北海道ツーリング真冬の日本最北端。待ってるな、聞くだけで怖いもん。まだ寒そう。こんばんは、バイゾルコーです。今回は視察実験人番外編として冬の北海道をツーリングできるのかを実験したいと思います。最終目標はこのフラッグを宗谷岬に掲げることです。頑張ってきます。なんかあれやね、YouTuber の走りみたいな。いや、ほんまにそうと思うで、今思えばこの実験人はだってやってみたい。確かに。舞鶴を出発し、小樽港に到着した実験人。これちなみに舞鶴はこの時はそんなに寒くない。松田レンタカーさんの協力で一気にスタート地点支笏湖へ向かった。大阪よりちょっと寒い。関西の国やったんです。支笏湖とは北海道千歳市にある淡水湖。すごいな。支笏島や国立公園に属し、日本最北の凍らない湖として知られている。これだって2月の景色。え、ほんまにここ行くんですか。振り返ると実験人、なんと裸。いや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 、元気やな。ありえない。ここまで着替える必要あった。これはちゃんと着とくんや。そうね、やっぱりユニフォームですから走ってきます。めっちゃ面白い。でもジャケット開きますよね。あ、いけそういう気持ちでってことですか。うわ、でも装備すごい。ちゃんと着てパンツなど冬のツーリングに欠かせないアイテム。ありがとうございますですね。足元はレグナーの靴の靴。へー、これめっちゃいい。あ、靴すごーい。ここまで締めてしまえば、長靴やったらやっぱりあの隙間があって水も雪もすごいそこ見えて足痛くなるけど、これ靴の上から履けるからそうかそうか、なるほど。てかこれないと北海道は正直きついなと思う。ただいまの気温はマイナス1度です。わー、マイナスか。今日の帯広のライダーハウスです。すごい、そうこの雪、確かに。さあ、行くわ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。でもいい景色。バイクでこの景色はなかなか見ることないもんな。雪景色見ます。ライクアウィンド、オートバイ番組だけど、初北海道がこの真冬の北海道。ちょっと待って、出かせよ。マジで北海道嫌いになるのか。でこの後、夏場に行った時に、北海道ええとこやな。一回無茶してるから走りやすくて。そう、1月31日やった。確かにこの時走りやすいから微斯人も思わなかった。もう何があるか分からへんから常にビクビクしながら走るの。帯広まで137キロ。
寒くてなまらへんねん、口が。普通のアスファルトに見える道もブラックアイスバーンになっている可能性がある。もちろん実験では凍結する道を走ったことなどないのだ。だって普通ライダーは避けますもんね、この家とかね。さらに追い打ちをかけるように、うわー、あの層まで走ったんですね。最初の難関、一生峠。何、峠は無理やって。わーわーわー、積もってる。なんか峠危険と言われる峠、しかも乗る。それでこれだってさ、実験にも大変やけどさ、車も同じ道走ってるわけでしょ、ロケやから。もちろん。あー、さっきと道全然変わってる。怖い怖い。雪も初日からちょっと積もってきたんで、北海道特有のバイクの走り方でこれから走っていきたいと思います。いつバイクが滑ってもいいように常に両足にくっつけて。ソリソリや。北海道の人に教えてもらいました。何これ。ここからも北海道ツーリングを必ず成功させる。これしてない、落ち着かない。あ、これのおかげでだいぶ救われた。なんかすぐ足がついてるから踏ん張れると。何キロぐらいで走ってるんですか。あの峠は大変やった。何キロぐらいで走ってるんですか。いやでも全然出せてないよ、その本当に40、50も出せてない。出せたら40キロぐらい。距離、スケジュールを普通に走るスケジュールで組んでる。なんでそれは。まさかこんなに行かへんと思ってたから、うん、その全部時間狂っていくね、ロケスケが。だいたい到着予定します。最初から狂ってるこれ。で、それを修正しようもんなら予定期間内に終わらない。北海道はどんな感じかな。むっちゃ遠いで。いやいや、遠いですよ。やばい、すごいよ。バイクの人他におらへんやん。いや、怖い。美しい景色に感動する実験に。しかし、その直後。怖い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 。わー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 、すごい怖い。怖い、なんか出て怖いな。見て思うけど、なんで止まって後ろのディレクター志望さんとかに行きます、行かへんかってやろ。それは行けよっていう圧がすごかった。しかも止まらへんって言ってしまってる。まだ新入社員と新入社員でね、一番下もともと一番若手の時ですから。地の字が出てしまった。元ヤンが。うわぁ。レベル上がる。いやいやいや。資源中レベル上がる。海を横に橋の出現までひた走る実験に。よう、この会社やめなかったですね。すげぇ、すげちゃん。楽しかったと思うね。こういうのも。なんか嫌いじゃないから。あー。後ろ出現ついた。すごいやんけ。今年行くって言ったらちょっといいかな、行っても思う。広いな。シロさんはこれはちょっと変わるかと思わなかったんですか。後ろ部屋に位置する日本最大の出現。やるか。最近進む。今年行ったらモンジョルマック走ります。いやいや、そういう問題じゃ10年経ってるから。そう、いろんなバイクも乗ってきたし。しかし、まだ先は長い。宗谷岬にたどり着くまで、実験員は走り切ることができるのか。あれは、もう折った行くであればなんですよ。あ、なるほど。あ、いや、いや、また北海道余裕ですね。鶴居村に。これ総集編がもう、むすごい短くなってるから。そうですよね。興味ある人は YouTube を。ねえ、フルバージョンが公開されてるんで。事故でしたね、今。聞いてもいなかったの。今はもう、スルすごいよ。鶴見台は単調の大休事業の一つとして知られ、毎年大勢の観光客が訪れます。あ、これしかも寒い時期しか見られへんねや。
本って感じしますよね、鶴って。わ。YouTube は楽しみですよね。普段、君たちのコメントは良くないですか？いやいやいや、一回謝ってもらおう。元気出る。しかし、ヤグモール。時速はおよそ25キロ。太陽が雲にかかり、降り出した雪が一気に路面を覆い尽くした。っていうよりも、ほんまにそれ以上でやると溶けてしまうぐらいの路面やったと思いますよ。これ鹿、鹿いてんのこの時期に。うわあ、すごい。でもふっかふかですね、しかも。牛ごこや。ああ。気づかへんかった。すごい。そんな周りに気配ってくれるほど余裕ないんで、何も気づかへん。もう見てない。1.5 メーター先ぐらいしか見てないでしょ。そこまで路面がどうなってるかしか見てないですか。行く先しか。小さいですけど。鹿なんか見てこけたらもう恥ずかしいっすよ。これなんかこんなボロボロの3人が来るのに。無駄にめっちゃいいホテルタイアップ取ってるからめちゃくちゃいいよ、めちゃくちゃ高級ホテルやったの。あんまりってリゾートホテル、もうすごいよ。美味しい料理で細泥や、細泥ファッション、細泥めっちゃ面白い。寒波が近づき、北海道の朝はとっても縛れていた。うわー、うわー、もう道わからへん。これ湖なんだ。これ湖なんだ。これ湖なんだ。結氷し、ワカサギ釣りやウィンタースポーツが盛んに行われている。ロケの間、朝起きたらまずお湯を沸かすんですよ。で、それをエンジンにかけて、あったかくなるやでって言ったらエンジンかかるんですよ。そうじゃない、エンジンかからないよ。それが、まあ、え、その時ちょうど、FY なわけです。そうです、インジェクション、エンジンキャブじゃなくなってる。だからエンジンは FY が反応しない、冷えすぎたら。その川崎に朝電話して方法で確認して、エンジンかからないんですよ。それ FY やから冷えすぎてて反応しないで温めてあげてくださいって言われて、そっからもう毎朝お湯をかけて、コースを選んで走ることに。大変やな。ところです、登り坂怖いな。車が少ないところを選んで走るっていう言い方しますけど、出てないが奇跡なんかな。どうじゃないな、どっちか、なんか違うじゃない。まだ一回も来てない。すごいな、すげえな。あの、宗谷岬にたどり着くこと言ってる。そばとの顔だ。怖いな、怖いな。いや、いけるんじゃん。あー、怖い、これは怖い、これは怖い。え、あー捉えた衝撃の瞬間。うそー、今さっきまで運転と言ってたのに。ことは伏線の回収が早すぎる。そんなつもりはなかったね。痛い、痛い。持ってんすね。言ったそばから足痛いな。あ、よいしょ。足が耐えられなかったか。でもここまでついについてる。笑ってる笑ってる。おもろすぎる。事故した時は冷静になりました。慌てるとあの二次災害が起こるんで。蹴ったりのような。好きめや。やっちゃった。なんで標準語なの。ムカつくやろ。あ、体はタレント、タレントさえ。だからここは絶対使うやろなと思ったから、ちゃんと喋っとこう。あ、そういう思いがあったんですね。さすがですね。さすがケーレックス。すごいな、ケーレックス。一発目。いや、ケーレックスも、チーゴさんもすごい。ちょっと改めてリベンジしますわ。ここはもう走らないです。もうこれここまですごいんですよ。もうすごい。わあ。もうスケートリンクもとても無理なんで。まやな。ここを走ることにします。そっかそっか。しっかり雪じゃないよ。ここの方が怖いんや。雪になってないところの方が完全怖い。この結構はこの凍ってる見えてる方まで走ってこけたから、まだ。こっちの方がいいのかなと思って、ほんまにスケートリンク走ってるっていうのを表現すごい正しいと思う。
なおかつそれにあの車の溝でボッコボコになってると思ってるみたいな。ああそっか。あれ体感的には温度はどうなんですか。もう結構踏ん張るから意外と寒くない。汗だく。ちょっとやっぱ汗か。でもそうだね、これだけ伝えようと思ったら結構頑張るよ。ハンドルは常に何か取られてるような感じ。そうね、筋肉痛なりそう。これはあえて国道を外れ、北海道ならではの道を選んだ。なんで？なんで？そんな、そんな道選ぶからこんなことになるんです。わあ、おい、セーフ。すごいな。すごい、なんか上手くなってきてる。すごいわ、これは。すごい、すごい。え、車置いてかれてるやん。ほんまに行くん言うてる人は行けって心の中で思ってるはずなんですよ。高温に止まることなく進む実験人。そのまま道路に突入。そしてここからまさに雪中エンデューロが始まる。雪中エンデューロちょっと楽しいかもしれない。楽しんでる。うわ、すごいわ。え、エンデューロみたいな感じですか。このエンデューロでも良いのがないから、まあ、でも泥道みたいな感じ。まあ、もうとにかくなんかハンドル取られるっていう。え、じゃあおーおーすごい。ハンドルで曲がられへんからもう体重移動でこうわーわーってやっていったらなんかいけたからすごい楽しくなってきて。もうだってえ、なんかオフロード滑ってんのよ。なんかハンドル切るともうタイヤ持ってかれるんですよ。おーよいしょ。雪中エンデューロを満喫した実験に。ありがとうございます。ゲレンデマジック、ゲレンデマジック、ゲレンデマジック。なんかすごいかっこよく見えてきた。門別の旗の食堂へ到着した実験に。使ってた31からって使って、わざわざ出迎えてくれたのはダイナハウスの名物オーナー、通称これもっと面白いライダーハウスですね。スタッフ一同おっちゃんのおもてなしを受け、すっかり旅の疲れを癒したのだった。めちゃくちゃ読んであれ。焼酎牛乳割り。焼酎の牛乳割り。あのここに泊まった人はみんなあれを、まあ、振る舞ってもらえるんですけど。名物ですね。日記帳みたいなのあるんですけど、みんなあの焼酎の書いてました。よくも悪くも。今日も放っとらないから。入浴雪道にも慣れてきた実験も、いつも通りスタートしたはずだった。あー、ガッチガチ今日も。何？怖い怖い。カメラが追いつく前に、なんと国道の真ん中で転倒。路面の凍結が日に日にひどくなっている。ほんまや、もう雪じゃなくて氷やもんな。何もこれ。記憶喪失？ほんまにこれどうやって食べたかわかんないんですよ。気ぃついたら転んでる。気ぃついたら転んでる。だからイメージした一本背負いされた記憶が出てきた。バイクに。でもカメラも来てる前なんで目撃者も誰もいないんですよ。ほんまにただ一人で単独で。そうですよね、痛いしね、やっぱり動いてないのに1本背負いされるってめちゃめちゃ怖いけどもなかったんですよね。まあ、速度も出てないし、そう、やすやすと。わー、登らんよ、もう怖い怖い怖い。わー、やすめて。次の目的地は流氷岬。ライダーハウスからわずか3キロの道のりにもかかわらず、3キロ？実験人は疲れ果てていた。何分かかったんですか、3キロ。何分でしょうね。もう歩いた方が早いです。多分ちょっとビビってたよ、友さんこけて。あ、そうですよね。ビビるよ、これは。ついこけたら終わりって言われたし。確かに。流氷よ。帰ったらしい。個人的に一番楽しみにしてたとこやったんですけど、流氷って帰んねんって。帰るんですか。何それ。故郷はどこなんですか、一体。アラスカ。まあそれはカムチャッカの方だったし。これはでもほんまに見たかったです。結構あの映画のテキとかにもなってるところですよね。レッセから、はい、赤フロアもなんかこういうこと起きるんですよね。よかった。
確かに見たかったな、リュウジ君。美深町に入り、富山の宿泊地へ向かう条件に。これ、北海道一の猛烈地帯と言われるのか。実際この日もひどかった。わわわわわ、残ってたらえらいこっちゃ。本音めっちゃ早い。音もすごいから怖い構造除雪車が通ったらでも走りやすくなります。疲れ切った体をここで休める。除雪車通ったら走りやすくなるんですか。なりましたよ、もう真っ暗ですよ。あの、シリーの邪魔なやつを避けてくるだけで。あ、そっかそっか。テント一針200円らしい。200円ですか。待って、めっちゃ安いじゃなくて、テントとも安いとかじゃなくて。あ、ほんま、やばっ、やばや。大丈夫。どう大丈夫なんですか。やばい、真っ暗なるわな。そりゃそうよ。マジで。マジか。しかも僕、あれっす、初キャンプこれです。え、人生初キャンプこれです。キャンプのイメージどうなんですか。いや、キャンプってやっぱサバイバルやねんなって。テントできました。できました。投資すぐに失敗したら。これが今日の寝床か。だってテントに冬用とかないやんな。でもやっぱりいい寝袋とかあったら大丈夫。ちなみにあのエベレストとかでも行ける。エベレストでもとか行けたりするテント。テントやったら。あ、寝袋ですね。寝袋。これ。これ。あ、すごいやん。エベレスト。ダウン。いいやつだ。ウルトラライトスーパースパイラルダウンハガー。え、めっちゃ高いやつですよね。これは本当に前のほら31度までいけるっていう。うわすごい。山陽ぐらいのやつですね。さすがにここも寒かったけど、マイナス31度まではなかったんで、そらもう快適に寝れるはず。すごい、何でもある。一回冷えたら暖かくならないから、冷やさないことが大事ですもんね。ちなみにでもこの寝袋減ってない。暑すぎて汗なくなって投資するかもしれないですよ。だからあの表側の袋をかぶしてその防水にしとかないと。暑すじゃないですか。そんなの。そう、単純に抜くかったらええってわけじゃないっていう。そうなんよ。節分の気づかないから頑張って、それ山崎行こうな。こんなこともちゃんとするん、優しいスタッフなんです。なんか、どことなく言葉も優しい。ちょっと泣きそう。なんか、ぐるってしても走れるよね。明日は無事に目覚めるのだろうか。事故なんてないんですか。大丈夫ですか。一応ね、こうやってここで喋れてるってことは。せやな。やばい、やばい。マジで、すごいな。起きれる。スタッフどこに泊まったんですか。ロッジ。ロッジ、どんな笑顔で、ロッジ。しかも、これ僕のテントから見えてますからね、ロッジは。マジか。え、寝心地実際どうでしたこれ。これはもうなんていうか、まあ、疲れてたのもあるかもしれんけど、一回眠ったらもう朝まで。寒くもなく。あ、もう全然その寒くて起きるとかはなかった。すごい。まあ、疲れが勝ったっていう。すごい。よかった、今こうして会えて。よかった。まあ、冬のキャンプ悪くないねとは言わないですけど。言わない。難しいです。うわ、道見えへんやん。見えへんのめっちゃ怖いな。雪降らへん日とかなかったんですか。あ、やっぱずっと降ってたんじゃないですか。止んでる時間帯はあったとしても、ね、今んとこ雪どこかで絶対降ってますもん。てかもうどこも景色一緒やん、ね、うわ、なんかトラック嫌な予感。どうなるどうなる。やばい。うわじゃなくても見えへんのに。うわ、雨の日でもちょっと嫌やもん。わかるよ、雨の日嫌や。アホなんかな、なんで止まれへんのかな。いやでもアホなんかな、もう一台来た。まだ来た。いや、すごい。ずっと走ってるけどさ。3連発。すごい。止まったよ。ほんまにこれ見えてないんじゃないですか。知らんな。どんどん来るやん、トラック。結構交通量多いところ。すごい。そっかそっか。トラックはめっちゃ手前でしか見えないですよね。
そうだ、こっちも見えてないってことは向こうも見えてないし、どっちかというと向こうからバイクの方が多分視認性は悪いと思う。あー、稚内まで来たんや。すごい、頑張ったんだ。え、やっぱり凍ってるわ。キャロクツ、もう帰った。キノクはなんで残してくれたの。カットする予定やったと思う。あえて置いたね。そうや、明日やな。これだから最終日前日ですよ。明るいとこで見たいもん。一応スケジュールは一日も戻してない。緑良かった。緑良かったですよ。まあこの後行くライダーハウス、真っ赤ないおばちゃんすごい有名なところで、ここ何せね、お風呂が熱い。ああ、まあ暖かくしないよね。溶けました、体が。緑良いよいしょ。あ、やだ、始まった。そうでしょ。置いたんやね、置いたんやね、これ一緒に寝そべね、一緒に寝そべるだけ、そっちわけじゃない、置いたんや、ね、気合で支えたスローでよかった。いよいよ最終日ですね。はい、やっとついに来ました、最終日。ゴプロが古いもんな。長かったです。でもそこでこのヘルメット前どうなんですかね。メッキみたいになってる。あ、目標なんで、あの、顎のところ達成したいと思います。最終日の意気込み語ってるのにそこ見る。なんか今どう、みんな意外にドライやね。感情とかも入れへん。私結構感情入ってるわ今。忘れてたね、テーマ。そうやわ、楽しくやわ。でも、ダジャレなんか言っちゃって楽しんでた。今や楽しいな。いや、でもこれでちゃんと到着できたら感動するね。すごい。うん、最初の難関だった日照峠、突風吹きすさぶ中走り続け、なんか日照峠まだ飯屋とかも思えるはずだった。レベルアップして、しかしレベルアップを重ねて、え、お、なになになに、めちゃめちゃ飛ばしてない。え、そうだよ。え、あれ、でもやっぱり足追いついてるわ。どうなってんの。俺の5日間何やった。めっちゃ早い。めっちゃショックですわ。正直ちょっと馬だったと思ってたんですよ。あ、そういうこと。あー、そっかそっか。それあんだけ飛ばせるんや。百戦錬磨の郵便屋さんや。衝撃でしたね。ただ郵便屋さんの後からツイッターから連絡くれて、当時やったのミクシーですよ。ミクシー、ミクシー、あの頭に僕ですよ、とかって。イエーイ。郵便屋さんはバイク出してるって初めて見たんや、きっと。エンデューロではバイクの楽しさを改めて実感した。あと5キロでこの旅も看板まで凝っちゃった。今回も私も行かせてもらったことあるんですけど、同じ場所やと思われて、こんなんじゃない、うん、意識が夏に行ったから。でもこの日ぐらいこの道もう平気やったもん。もうなんてことなかったけど。もっと見慣れちゃってね。確かに凍ってるし巻き上げあるし、あれだけど別にって感じ。なんか最後着くだけも、とんでもないタイプ通ってるけど大丈夫。一回止まる。あ、あるちゃん、あ、すごい、すごい。来たよー、そうやるか。うわー、極寒地でのツーリング、素手で持ってった旗。そんなこと無理だと思っていた。でも、みんなの思いを胸に、困難を乗り越え、ここまで来た。そして、実験人が
ライカーウィンドが今この地に立つ。大成功。すごい。シャクタリヒゲだからすげえ引っ張ったみたいな。わあ。実験人の壮絶な雪との戦いは終わった。ということで、真冬の北海道で楽しくツーリングはできる。これやったんや。この一言取るためだけに5日か6日かけて冬の北海道を走るという。すごい。すごい。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。